カズニャンです。どうも、本日はよろしくお願いします。お願いします。うーわー、すごい、これ見てよこれお、頑張ってマグマ作ってたの、マグマすごい、すごいでしょこれ温まりますね、うん、でしょでしょでしょ、はい、実はね、私、はい、裏クラ頑張ってたんですよ、少し。お、相変わらず裏クラのカズさんですね。そう、裏クラと言ったらカズクラだから、はい、あの、前回ね、私の、はい、エリトラが亡くなった、うん、あー、そうでしたね。あー、そうや、ほんとや。ほら、今してるでしょこれ。あ、ほんとですね。ほんで、その前に、はい、実はヨシさんのエリトラ借りててさ。あー、そうなんすか。あ、だからなかったんや。そうそう、だから、はい、仮パクしてたんやけどさ、はい、慣れたもんですよ、仮パクに関しては。そうそう、慣れたもんやね。はい、こっちにさ、はい、あー、来ました。ええ、バランバラン。何を来たんや。いや、撃ったんすよ。破壊しましたね。あー、びっくりした。あれ、誰かやったかと思った。ほら、これ、ヨシさん、これ、はい、ヨシトラというものを作ってさ。ありがとうございます。わ、修繕と耐久までついてるやつ、それ。あ、すごい嬉しい。いや、本当にヨシトラって書いてある。ほんで、アニキなんか、すごい装備が充実してない、なんか。本当ですか。俳優ですよ、相変わらずの。おへその上まで来とるよね。え、なんでそれあるの。どれですか。なんでそれ持ってるんや。レギンスですか。いや、こっちにさ、はい、アニキーズブーツ、今これ履いてるんやけど。あ、カズさんやったんや。改革しすぎてもわからんくなってんで。何、ヘルメットちゃんとしてないんすけど。ヘルメット、わぁ、俺どっか持ってた気したんやけどな。なくしすんたの。あれ、アニキーの、俺どっか持ってたんやって、裏倉で。まあ、そのうち見つかります。まあ、その、どっか隠したかな。ちょっと待っての。うん、多分どっかにあるわ。ほんで、本日はね、まあ、いろいろ補修をね、していこうと思うんですけども、はい、実は、2つ見つけたんだよね、壊れてるやつ。2つ見つけたのが、いや、今回の辺で両方とも直せないからさ。はい、まず1つ、アイアンタイタン、あれ壊れてない。壊れてますね。え、嘘。あ、壊れた。レッドストーンが、うん、あの、一マス、うん、これ取って、タンクがアンロードされました。え、嘘ってことは、裏が一つ分しかないっていう状態。もうあれは、うん、飾りかな。飾りだね。嘘。飾りになってたの。結構大事件や。そうですね。なんで壊れたんやろ。コピー発射機が、うん、壊れ取って。ほんと。そうそう、クロック回路がバグった。恐ろしい恐ろしい。あと、今日気づいたんやけどさ、はい、めっちゃ、なんていうんやろこれ、いろんな鍛冶屋さんが鉄交換できんくなってるんやけど。これ誰、なんかやり捨てみたいな、なんかやり捨て。ひどい、ひどい状態になってるよこれ。もう全員が全員さ、こんなことするのは一人しかおらんすね。誰やこんな、誰とも鉄が交換できんっていうさ。これは、それはひどいですね。ひどいやろ。ほんでさ、はい、まだあの、なんだ、石炭交換するとなんとかなるが。ああ、なるほど。石炭、俺もちょっと使ったあれはあるんやけどさ、はい、一個もないんやって、石炭も。石炭ブロック、あ、ほんとだ、ない。俺、ジョージだけ復活させたんやけどさ、はい、あの、その後見に来たらさ、もうあのありさまやわ、あの、やられつんでるわ。やり捨てされてね。ね、捨てられつんでるよ。正直言えよ、正直。いやいや、あ、向こう持ってたかな、俺、ちょっと。じゃあ、その、鉄に関して。鉄はお願いました。おせえだから。ジョージとはすごい相性が良くてさ、無限にエメラルド交換できてたんやけど。そうっすね。うん。ジョージすらあかんくなって。まず、何直しに行こうかな。アイアンタイタンはそんなちょっとやそっと直らんでしょ。あれは無理やな。え、あれ30分でどんぐらい直せんの。30分で、いやでも いっぺんにやらんと無理なんですよ。うん、あ、そうなの。いっぺんにってどういうことなの、あれ。まあ、1回に全部終わらせると。え、そうなの。誰か抜けたりなんかすると面倒くさいんで。へぇ、そんなヤバいシステムなんあれ。そうです。あんじゃ、兄貴が頑張ってくれた、あの、エンドの世界行こっか。あ、はい。あっち多分もうちょっとでうまいこと作動すると思うやって、あれ。あ、本当ですか。さっき見たんやけど。行きましょう、行きましょう。セーフセーフ
さあ、そんで、これ、兄貴頑張ってくれたんだよね、こっち方面。あ、そうです、そうです。ね、ただ、ちょっとがね、まだいまいちなんですよ、これ。これなんか、うまいことできるんかな。これは、多分、うん、エンダーマンを、うん、一段下げるところから落とした方がいいですね。一段下げる？はい。あの、経験値、これ、倒しても、向こう側にあったら取れないんで。あー。うん、このハーフブロックを全部撤去したっていうこの十字架のやつを、うん、で上のエンダーマンが押してくるところを一段引っ張って、死んじゃうから。そうですね。ああそういうこと。なるほどな。で上の方もさちょっと来て来て来て。はい。大丈夫だよね。あんまり反応してないのこの周りの人たち。あ本当だ。あれ誰か目誰か目あった。ヨシさん離脱してましたね、完全に離脱したヨシさんも離脱しちゃったよ。そういえば、あれだね、ヨシさんの好きについて触れてなかったね、誰も。あ、本当ですね。いつ触れてくれるんかなと思って。誰も触れんかったね。まあ今、ヨシさん来る前にここを修正ちょっと、はい、これも一段下げたいんか、兄貴。そうですね、下げたら多分いけそうな気する。そうですね。怖いよね、これ。大丈夫かな、大丈夫かな。あいつらが入ってきたら終わりやでの、今。詰まっての念のための対策しとくでの。絶対に隙間に入ってこれんように修正修正。これも壊すんでさ。ほんで多分後で一段下げればいけると思うやってな。え？え？え？何？今の？今のはちょっと見なかったことですか。絶対えって言われると思った。ああなるほど、これ下付きにしてるやね。ちょっとそろそろ下ろしてもいいかな、これ一回下ろしてみるよ。はい、はい、この子、いくぞ。お願いします。あら、まただ。おー、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 いっぱいいった、いっぱいいった。結構いったね。ちょっと詰まるっすね。ただもうちょっと下ろしたいな。下ろしたいし、詰まってるな。やっぱり、トラップのあれが必要なんかな。おー、おー、めっちゃいった、めっちゃいった。おー、おー、いい、いい、おー。めっちゃ経験値アップできるんじゃない、これ。そして行ってくる、これ。あ、やべやべ、すごいことになってる。うわぁ、わぁ、わぁ。わぁ、忙しい、忙しい。すごくないこれ。エンダーマンがうるさすぎて、ここにエンダーの声が聞こえんぐらいや。ちょっと待って、設定変えるわ、こっち。サウンド設定しよう。よいしょ。とりあえず、敵の音量30まで下げたわ。一瞬でレベルが。え、兄貴も行った？えらいことになってるな。え、もうこれ最強装備いくらでも作れるやん、もう。そうですね。あれもう上のさ、木の枠取ったの、あれ全部四辺とも取ったの、柵を。1個でよかったんですね。あ、1個取っただけ。1個取ったら、あの子落ちたんで。うん、すごい。そうなんや。やべ、もう深道もう終わったぞ、今回うちの収録。はい、うちの収録終わったぞ、今で。本当ですね。ええ。素晴らしいものができたというね。はい、あ、最後エンチャントして終わろうかな、せっかくやで。ちょっと待っての、40ぐらいまで上げたいで。あ、もう47までいった。もういいや。もうヨシさんも30いった。あ、もう25ですね。ヨシさん手で殴ってない？手で殴ってます。一体しか倒せんよ、それやと。剣使わんと。剣やと一気にバッて倒せるやんて。あ、そうなんですか。よし、そろそろ戻りますか。ヨシさん30いった？あ、まだいってないっすね。まだいってない。頑張って。剣がないんで。剣がないの。この剣あげようか、ヨシさん。あ、ありがとうございます。このダイヤの剣。あ、ありがとうございます。あれ、今後これで一気にやれるぞ。えい。あー、帰ろう帰ろう。あー、すごかった。あんなに。あ、やばいやばい。あ、やばい。反撃が、反撃が。あ、コミチンが落ちていくの。あ、だだだだ。冷静やったね。うわ、危なかった。これ飛んだトラップやね、これ。飛んだトラップですね。ここ今乗ったら動かなかったんで。うん、降りたら えらいことになろうとしてたの。危ない危ない。さーて戻ろっかな。早くロケット花火がいっぱい欲しいよ。そうっすね。わー、いいなー。めっちゃかっこいい。めちゃくちゃ早いし、お尻だけ使いますね。もうあと12発しかないの。な、エンチャントコーナー最後にして終わろ。何エンチャントしよっかな。あ、レギンスがないんやってな。いいレギンスが。エンチャントにはラピスラズリが必要なんやったっけ。そうです。あった。よし、エンチャントしようと。あ、一回寝た方がいいね、これ。一旦寝よう。よし、これエンチャントポンドここにあっ、あっち、あっちの部屋やね。よし、何になるかな、今回のエンチャントは。うー、楽しみ。あ、本もちょっと持ってこう、せっかくやで。よし、ならちょっとこちらの方、はい、最初に始めさせていただきます。はい、何ができるかな。まずはダイヤのレギンスに何つけるといいかな。
火炎耐性いらんよな。だって早速火炎耐性っていうクソンってなのが出てきてんだよ。いやでも火炎ありっちゃあり、あり組み合わせれば。ちょっと待って、今そっちの画面何出るかわからんやろうけど、ね、ほい、お、いい音がした。容赦なく捨てていくでの、捨てへんじゃん。あーなるほど。ゴミ、ほい、じゃんじゃんいくわ。あ、爆発耐性5、4。あーいいっすね。いいやろ、確かね。いきます。はい、あ、来た、耐久3もついた、よっしゃ ー完璧。あとは、ちょっと待って、あとなんか本でいいのが出ないか、ちょっといっぱいエンチャしてさ。え、なんや、なんか変なのできてんだ、エンチャントの本って。何それ。これ、スワイピングあれですよ。あ、新しいエンチャントのやつですよ。返して返して、それスワイピングエッチ、そう返して。なんなの、複数の攻撃あるじゃないですか。うん、レベル3まで上がるやん。え、マジ、あ、そうなんや。あ、そういうことか。あ、1個やった。それがレベル3だと、通常の攻撃のやつが全員当たるんですよね。勉強になった。ちょっと待っての、今ささっと終わらせるわ、はい、いいもん。最後に結果発表するで。ちょっと待っての、ちょっと汚ねえなここカンさんのせいですよねすごい汚いなまたそれはちょっと一回締めますね。はい、というわけで、今回は無事直しましてね。そうですね、無限トラップを修正ができましたね、はい、ほんで今記念すべきアイテムということで、はい、ちょっとこれ一番上の段に見せますね。あ、はい、今回の私の力作、はい、まずダイヤのレギンズ、バカ耐性つきました、はい、いいですね。いいでしょこれ。ほんで耐久3のエンチャントボーン、あ、いいっすね。ほんでさっきのスイーピングなんとかってやつと、スイーピングエッジ、そう、うん、で爆発耐性のエンチャントボーン、おー、で最後はドロップボックスとなりました。ドロップボックスドロップゾーカあ、ドロップボックスは個人的に使ってるやつだ。便利なやつですね。はい、こんな感じでございました。ヨシさん、そのスキン、突っ込むの忘れてたんやけど、あ、ありがとうございます。突っ込んでいただいてありがとうございます。これちょっとなんか視聴者さんに作っていただいて、めっちゃいいよねそれ。いいでしょうこれ、すごくいい、うん、ちょっと擬人化していただいたんですよ。ようやくね、人になってきて、はい、一歩人に近づいたかなっていう。ようこそこちらの世界へ。あ、はい、どうも、ありがとうございます。またこれから少しずつね、ヨシさんのスキン変わっていくかもしれないから、そうですね、ちょいちょい楽しみにしていきましょう。はい、な、それでは本日はこんなところでね。ほんで後編はね、あれやるんですよね。そうですね、あれはあります。あれやるんですよね、はい、ね。な、ちょっと後編の方はね、概要欄に貼り付けておきますので、もしよかったらまた見てみてください。ほな、また後編でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。